の。ダメ。トラ猫や、ただお前がな、現金な猫ってのは知ってんの。この中に何が入ってると思う？チュール。ほら、目の色が変わった。あげますよ。何味がいいかな、今日は何がいいかな。あれ、こんなのもないか。これにしよう、今日はトラちゃんね。これがいいな。よし、ここら辺で食べてくれ。あ、なんだこれ、スティックだわ。こうやつだけどいいか、今日トラちゃん。美味しそうに食べるじゃん。あ、全部持ってかれた。あら、ええ、ちょっと待って。ええ、うん、早くねえか、どこ行った。ちょっと待って。え、人の海。ちょトラちゃん、もうちょっとゆっくり食べないかんわ。もうないよ。チューチューはね、1日1本までって決まってるの。おちゃん、カネコでございます。ということで、前回の動画でキャビアを取り出したチョウザメ、2週間ぐらい寝かしてあります。そのぐらい寝かした方がチョウザメは美味しいよって言うんで寝かしました。はい、どうも皆さん、こんにちは、カネコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。よりとふぐっていうことでね。それではこちらをさばいていく。ごちそうさまでした。ということで、今日はたまたま見つけたたくさんのタイの頭を使ってカブト煮と炊き込みご飯作ってみましたけども、むちゃくちゃうまかったです。びっくりしました。カブト煮はもちろん美味しいのは分かってたんですけど、あ、今日炊き込みご飯がすごいうまくいったわ。タイのおろした身を使うんじゃなくて、あえてタイのカマだけを使うことによって、本当にジューシーで美味しい炊き込みご飯できますので、皆さんもスーパーとか市場行った際にタイの頭安くたくさん売ってましたら、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。えい、あ、寝とった。寝とった。悪いな、起こしちゃって。だけど、ええもん持ってきたよ。これ分かるだろ、指紋。ひじきっすか。ひじき。で、最後はこちらの大きな箱。何が入ってるんでしょうか。おや、ドラ坊さん、あんたそんなところに寝とったの。なんかまた可愛いなった。ちょっとねえ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 、あれ、お菓子いっぱいもらったよ、今日。チューチューたくさんもらったよ。皆さんにありがとうって言われた。ありがとうって。はい、よくできました。いいか、とりあえず一回そこから出てくれ。居心地がいいのは分かったで、ね、な。よいしょ、こっちの段ボールに。で、なんか不服そうな顔しとるな。こっちじゃねえよみたいなね。こっちじゃねえんだよって。最後でございます。ということで、月に1回の恒例企画、プレゼント開封コーナー。たくさんのプレゼントをいただきました。ありがとうございます。本当にもうね、感謝感激です。一つずつ開封していきたいと思います。邪魔だぞー、邪魔だぞー。どきなさい、そこ。ちょっと見えんじゃん、それ。みんながまーんた。よいしょ。わー、すげえ。お手紙と、ほら、俺とトラの似顔絵。めっちゃかっこよく描いてもらって、もうありがとうございます。完全飾っとくやつじゃん、これ。これあんただよ、これ。おい、これ。トラのお菓子だね。よかったね、あんた。よかったねって。食べたいの、早く。よかったな、お。あ、早
はい、でこちら中から黒い箱が。何これ？これね、お米なんですよ。真空になってる。これ相当いい米。夢ピリカとミルキークイーン。おい、これどっちも知ってる。このお米の名前、ありがとうございます。はい、次はこちら長細い段ボールですね。これで一つです。え、めちゃくちゃたくさん入ってます。一つずつ紹介していきます。除菌のアルコールスプレー、無添加の鰹節、犬猫用、トラちゃんのご飯ですね、ひんやりふくらけペーパー。うわ、びっくりした。うわわわわわわ、すげえなこれ。なんだこりゃ、大量の猫じゃらし。めっちゃ猫じゃらしくれるじゃん。これもひんやりスプレー。お酒ちょっと開けていきたいと思います。梨のお酒でした。フラッシーがついてる。かわいいな。ありがとうございます。焼き物みたいですね。作ってくださった手作りの、カニの甲羅の醤油入れかなんかですかね。ちゃんとこういう風に立つようになってる。すげえかっこいい。うわ、すげえ。これ本物のカレー出てきたと思った。ほぼもうこれ本物より本物じゃん。カレーじゃなくてヒラメだな。ありがとうございます。はい、ということで開封が終了いたしました。本当にたくさんのね、素敵なプレゼントありがとうございます。トラもよかったね、いっぱいご飯とかおもちゃとかもらえてな。お手紙も後でゆっくりと読ませていただきます。それでちょっと補足なんですけども、ファンレタープレゼント宛ての住所が少し変わりまして、概要欄も全部変えといたんですけども、次からいただけるときはこちらの住所に送っていただけるとね、非常に助かります。ということで8月のプレゼント開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。トジちゃん、あんた行ったり来たりして、お母さんのとこに。かわいいんだぜ、あんたは。なあ、かわいい。かわいいな。トワちゃん、チュールいっぱいもらったよ。あちゃん、ありがとう。ありがとう、言わな。言えんか。今日は嫌だか。嫌だ、嫌だか。うん。ちょっと、おどきな。トーラ、何やっとるの？ダメだよ、そんなことしとっちゃ。まあ、あんたはお茶食いんだね。まあ、そういうところが好きなんだけど。すげえ、初めて見たこれ。どうした、トラ？削りかまぼこですって。ありがとうございます。すげえ、いいもの教えてもらった。お手紙、焼きウニキューブ、俺の大好きウニ醤油、これほんと美味しい。何にでも使える。ありがとうございます。トニートニーチョッパーさん、チョッパーに名前変えるか、あんた。ん？今更だけど。はい、では次こちらですね。スポンジ、醤油スプレー。うわ、すげえこれ。素敵な組み合わせだよ。こちら、かき出し醤油、ピンクソルト、イタリアンハーブ、レモンペッパー。これは上がるね。はい、でこちら、この箱からは最後の袋ですね。青リンゴの金太郎飴、オーガニックコーヒー。ドレッシングですね。ありがとうございます。お前にさばけるんか、そんな段ボールで遊んどる子が。なあ、かわいい。はい、で次はこちら。トラちょっとどいてよ。ああ、ちょっと、まあこのまあ、このままいきますわ。どうしてもここがいいんだ。こちら醤油、しかもね、めちゃくちゃいい醤油だと思う、これ。いろは醤油だって。次はこちら、手ぬぐい。さっきもこんなテイストの手ぬぐいがありましたね。すげえこれ、待って。でねー、これね、知ってる人は知ってるはず。西谷 FC の昔俺が作った動画で、金子の一人長考ってやつがあるんだけど、その中の一コマの映像だ。いてー、なんで噛んだ今。しかも結構な勢いで。痛かったよ。次はこちら、真っ赤なキッチンバサミ。とってもよく切れそう。ありがとうございます。